こんばんは。時刻は9時になりました。無限大 SNS ニュースの時間です。最初の事件です。お笑いコンビランパンプスの寺内優樹容疑者33歳があまりにも難しすぎるクイズを出した容疑で逮捕されました。寺内容疑者は7月13日ツイッターで何と書いたでしょう、ハッシュタグ下手書道クイズの文言とともに自身で書いたとみられる書道の画像をツイートしました。こちらの画像には解読があまりにも難しすぎる文字のようなものが記述されており、寺内容疑者は僕は効果があるとは思っていませんとのヒントも同時にツイートしていました。14日の午前11時、寺内容疑者は正解はマイナスイオンですとクイズの正解をツイートしましたが、あまりにも難しすぎたため昨夜未明に逮捕されました。今回の件に寺内容疑者は当然答えられるレベルだと思っていた、これが難しいのであれば世間はもっと僕を敬うべきだと話しているということです。まあ、僕も含め寺内さんも非常に高学歴があだとなってしまった、鼻につく結果になってしまったということですね。控えましょう。次の事件です。お笑いコンビラフレクランのピョン容疑者32歳の昔の写真が80年代刑事ドラマのようになってしまっている容疑で逮捕されました。こちらは7月7日にお笑いコンビインディアンスのキムさんがツイッターに投稿した写真です。髪型は黒髪ロングで大きな眼鏡をしており、白いシャツに細黒ネクタイ、ベージュのトレンチコートといかにも80年代刑事ドラマのような服装をしており、もはや寄せていないとこうはならないとの意見が相次いだため昨夜未明に逮捕されました。今回の件にキョン容疑者は小田切城に憧れて髪を伸ばしていた、かっこいいと思っていた、成人式で好きだった女性に会って褒められると思ったがすごく惹かれてしまい辛くなってやめた、深く反省していると話しており、こちらのツイートを投稿したキムさんは彼は悪くない、彼が捕まろうと僕たちはキムキョンを続けていくと話しているということです。以前から強くキムキョンを群れるなというふうに伝えてきたんですが、やはり反省の色が見られずにこうした結果になってしまいました。今一度ですね、相方の田淵さんはキムさんの芸人としての人間としてのあり方考えるべきでないでしょうか。次の事件です。お笑いコンビ男性ブランコの浦井紀弘容疑者32歳があまりにも速すぎるスピード違反を行ったため逮捕されました。こちらはお笑いコンビ大自然のしんちゃんがツイッターに投稿したツイートを浦井容疑者が引用リツイートしたものです。大自然のしんちゃんはツイッターで子供がどうしても男性ブランコの浦井とテレビ電話したいということを聞かなかったのでテレビ電話してもらいました。寝起きでイカの心臓は3つあるという豆知識で爆笑をとってましたとツイートしており、それに対し浦井容疑者は寝起き史上最速で笑ってもらえましたという文言とともに引用リツイートを行ったため関係者総動員で事実確認を行ったところ寝起き史上最速というとんでもないスピード違反を行ったことが判明し昨夜未明に逮捕されました。この件に関し浦井容疑者はなんとかお子さんに笑ってほしくてついスピードを出してしまった、後悔はしていないと話しており、事件の発端となるツイートを投稿した大自然のしんちゃんは子どもの人生もあるので親としてこれをツイートするか悩んだが少しでもこういった事件が起こらないようにツイートすることを決めた、加害者にはせめて子どもの顔を柔道着のスタンプで隠していることをいじってほしかったと話しているということです。まあこのニュースが浦井さんでも平井さんでもどっちでもよかったと思います。続いての事件です。ピン芸人チーム近藤容疑者37歳がツイッターで謎の一人称を使った容疑で逮捕されました。こちらは7月11日チーム近藤容疑者がツイッターに投稿した文章です。今日大学の先輩に合コン誘われてた、
合コンは苦手だから行かない。せ、今日こんちゃんのこと知っている子いたよ。お、マジっすか、嬉しい。せ、毒もだよ。お、行けばよかった。せ、ニューヨークファンだって。お、行かなくてよかったです。ツイートの内容は問題ないものの、なぜ先輩をせ、自分のことをおという分かりにくい表現をしたのか。先輩のせんという文字と俺という漢字一文字ずつでよかったのではないかという意見が相次ぎ、関係者総動員で調査を行ったところ、近藤容疑者が容疑を認めたため昨夜逮捕されました。この件に関して近藤容疑者は、芸人という立場でありながら先輩と俺をせ、おと分かりにくく表現してしまったことを深く反省している、申し訳ないことをしてしまったと話しているということです。まあ、せとおと分けられなかったことが全てで、それがもう芸にも出ていますよね。少しハテナマークがつく、まさに私生活のドジマルド事故が出てしまったと言わざるを得ないと思います。さあ続いてなんですが、速報が入ってきました。はい、こちらです、速報です。お笑いトリオジェラードンの西本さんとピン芸人太っちょカーボーイさんが同じ高校の出身であることが分かりました。ジェラードンの西本さんと太っちょカーボーイさんが同じ高校の出身であることが分かりました。ジェラードンの西本さんのツイッターに投稿された文章なんですが、出ますでしょうか。はい、こちらです。こちらの件に関しましてコメントが入ってまいりました。ジェラードンの西本さんは2組で母校の学祭に呼ばれたいねと盛り上がったと話しており、太っちょカーボーイさんは急に弟ができたみたいで気持ちの整理がついていないが全力で守っていきたい、パンパンパンと話しているということです。太っちょカーボーイさんの所属事務所ラフィーネプロモーションの関係者は、事務所としては勢いのあるジェラードンさんに全力で守っていただきたいと話しているということです。速報が入りました。ジェラードンの西本さんが後輩、太っちょカーボーイさんが先輩に当たるということが分かったようです。はい、ということで、ジェラードンの西本さんと太っちょカーボーイさんが先輩後輩関係に当たるということが分かりました。ただですね、まあ頼るのであれば西本さんではなく上地海のその二人に頼るのが賢明かと思います。今の段階で言えることはこれぐらいだと思います。さあ最後の事件です。お笑いコンビアイロンヘッドの辻井亮慶容疑者34歳が悪意丸出しの容疑で逮捕されました。こちらは辻井容疑者がツイッターに投稿した画像です。辻井容疑者は7月6日キョンワールドの配信に出演した際、別の容疑で逮捕されたお笑いコンビラフレクランキョン容疑者の格好をしてほしいと言われ、あり合わせで取り繕った結果悪意丸出しのスタイルになってしまったため現行犯逮捕されました。この件に関して辻井容疑者は、いけないことだと分かっていた、滑ると芸人としての仕事が減るのでやるしかなかったと話しているということです。まあこれに関してアイロンヘッドの辻井さんに同情する、あるいは我々ラフレクランが主催ライブにアイロンヘッドを呼びすぎているというふうなことで今回の結果を招いてしまったと、主催者側我々も反省すべき点は多々あると思います。失礼いたしました。はい、以上無限大のこの時間のニュースをお伝えしました。